FRB 連邦準備制度理事会は22日先月30日と今月1日に開いた FOMC の議事要旨を公表しましたこの中で参加者が過去1年でインフレは緩和したもののここ数ヶ月は目標である2%に向けた進展が見られないと述べていましたまた利下げ開始までの期間が以前の想定より長くなると指摘していますさらに多くの参加者が 金融引き締めが十分かどうか不確実と見ていて複数の参加者が必要ならさらに引き締める考えを示したということです。